FM ギノワンお聞きの皆さんこんにちは時刻は午後5時を回りました 79.7MHz、えー、ギノワンしきゅうなギノワンヒルズ通りの高台スタジオから、えー、お届けしております綺麗、えー、な海も眺めながらねお届けしておりますサザンブリーズです、えー、こんそうですねちょっと久々で噛み噛みですけども噛み噛み噛みそうそうですねもう先週が山内さんでしたんで、はい、つい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  <laughs> 噛んでしまっておりますが <laughs> そんな神々な金曜日の担当私三木さんのキャントナーリーでお届けしておりますよろしくお願いしますはいえっとですね日はあは久々の僕の登場ということでゲストさんがいないので僕のあのコーナーもあの噂のコーナー噂のコーナーも CM 後お届けしますんでね皆さんお楽しみいただきたいと思います今週のトークテーマの方が実は「か八かと一か」と。 僕の今回のねお届けするこれからのこれからのものも特定はもう一か八かのちょっと企画になるんじゃないかなと思ってるので皆さんお楽しみにシュプリームさんとか喜んでいただけると思うんですけどねそうですね男性の皆さん結構こういうの興味あると思うんですけどそれででも男性でもドン引きされたことありますええ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  いらない人からしたらいらないですからね。でもでもキャンさんなりのこだわりがいありますんでそれをちょっと伝えたいと。はい。思っておりますんで皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。はい。はい、ということで今日もですね、えー、元気よくいっぱいお届けしたいと思います。メールメッセージもお待ちしております。はい、メールアドレスは 797@fm ぎのわん .com 797@fm ぎのわん .com FM 能案では電波の他にもツイキャスユーストリームそしてサイマル放送でもお楽しみいただけます、えー、パソコンの方からはですね FM 能案のホームページからリスンラジオで再生をクリックスマホからは無料アプリリススラジオを選択してダウンロードしてお聞きくださいということではい、はい、なんとかカミでしたけども <laughs> オープニング終わらせました、はいはい、シュプリームさんチェリーアジのキャンティーくん ナーリー、こんにちはということで、こんにちは、キャンディー君、キャンディー君、いいですね、あの、実はですね、空ら豆ラジオの結城さんから、あの番組だけで僕、名付けられてて、キャンディー君、キャンティーで、キャンティーのほうなんですか紅茶ですね、チェリー味のキャンティーということで、名付けられて、キャンティーだそうです。男レニーさん キャン君、こんばんはということで、こんんばはありがとうございます。いや、キャンってちゃんと正しい表示の方で、あ本当だやっていただいて、CAN の方ですキャンクさんは、できる男として、そういう意味も兼ね合えてそういう意味を込めてちょっと、皆さん、CAN のキャンの方で、ちょっと名前負けしてないか、怖いんですけどね。 <い>はい、時折ドキドキし,ますしながら、はい、では早速、えー、本日の1曲目お届けしたいと思います、えー、と本日の1曲目はですね、まあえー、と僕結構かけてるかもしれないんですけど今日天気がいいんでちょっとねこれ聞いていただきたいなと思います、えー、アビーチニッキロロメロで I could be the one はいということで皆さんよろしくお願いします,お願いします サンさんイエス・ウィー・キャン n 違いますよ、<laughs> イエス・アイ・キャンですよ、僕の前。あっ、なるほど。なるほどね。ちょっと今のうちにいろいろ準備を。仕込みをいっぱいしとかね。仕込みを。<laughs> あたふたしないように。<laughs> えー 大塚健二さんも今日来ていただいてますね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。この曲を聴いてると、ちょっとノリノリになりすぎて、<laughs> テンション上がっちゃう、ね。<laughs> テンション上がってる。 好きなんですね。もう D J やりたいって思ったきっかけの曲です。あ、ええー。初めて聞いたときまだトレーニングルームのあの管理人をしてて、お<ー>そしたら有線で流れてて、えー、あ、D J コントローラーこのまま見つけたやつもう顔。あ、すごいこ。これちょっと遊んでみたいって思って。<laughs> ええー、そん。親に怒られる覚悟を捨てきた曲です。あ、すごい。<laughs> ごいな、ま、たタンと何を買ったの？<laughs> いやそれでも欲しかったんだっていうはい、うん、いいじゃん社会人だからあそうですよね じゃああと30秒がですね。うん はいお届けした曲はアイクデビダワンニアビーチニッキーロメロでしたでは続いてはこのコーナーキャンのこだわり <noise> はい、えー、このコーナーはですね私こだわる男キャンがですね。 お届けする、僕のこだわりを、ただ一方的に話すという、そういったコーナーです。はい。え女性ドン引きのですね。あの、さまざまな、僕のこだわりをお届けしてまいりたいと思うんですが。はい。本日届きましたよ。はい。この。まあ、まずは第一弾になるでしょうね。第一弾、そうですね。はい。え僕の今回のこだわりはですね。こだわりは。はい。なんと。ヘッドホン、イヤホン。イヤホン。はい。先ほどもね、今手元にも。キャンさんの。イヤホンがね。なんと。 一、二、三、四、5しかもこれ一部なんですよね一部ですねわーおえーすごいでなおかつ今僕あのイヤモニって言ってはいはい今こっちモニターしてる時に使ってるのも僕のものキャンさんの私物私物すごいな今つけてるものが一番いいやつですねなるほど持ってる中で一番持ってる中で一番です一番のはいすごい というところで今日はですね僕のヘッドホンイヤホンに対するこだわりをちょっとね皆さんにお届けしたいんですがなぜこんなにいっぱい持っているのかとはいそこなんですよはいはい変わるのって正直思っちゃいますよね思いますよねあるあるかと思うんですけどあれだと思うんですけど一般人のあるあるかと思うんですけど実は変わるんですよまたこれがらしいですよ皆さんあの弦楽器の音とかちゃんと聞き分けるんであれば今僕が持ってるこのイヤホンあイヤホンこれはですね あのー、まあちょっと外せるんですけど、ちょっとカメラの向こうの皆さんにも見せた方がいいかなと思って片耳だけ、片耳だけどんなものか。<laughs> あ抜けない。あ抜けない。ちょっと今、あキャンさんが頑張って手が滑るしております。もういいやこれ抜いちゃえ。<laughs> 先にえっとこれを見せたいと思います。<あ>どうぞどうぞ。皆さん。うん、おはい。キャンさんがお使いの なん、いつも使ってるイヤホンです。ナンバーワンのイヤホンです。こっちか。はい。これソニーのイヤホンなんですけど。はい、すごい。ういうね、実はこれ、あのハイブリッド型って言われる、ちょっと珍しいタイプのイヤホンで。<ー>あの、車とかでも、ハイブリッドって言葉あるじゃないですか。はい、イヤホンにも。イヤホンにも、実はハイブリッドっていうのがあるんです。えー、イヤホンにもハ、イにもハイブリッドがあるんです。かイヤホンにも、ハイブリッドがあるんです。具体的に、何か、何が変わるんですか。具体的に、ハイブリッドって、二つのものが混ざってるイメージがありますよね。 これ、実はあの2つのものが混ざってるんですよ。はあ、え、何と何が一体あのイヤホンの音を出す。スピーカーなんですけど、はあ、それにはあの実は2種類ありまして、えー、あのこういった丸い形のダイナミック型って言われるドライバーっていう。このスピーカーが入ってます。スピーカーコーン。はあ このヘッドホンをちょっと覗いてもらうと、丸いのがなんか見えますよね。これと同じようなものが小さい状態で入っているのが、ダイナミック型と言われます。ダイナミック型。で、もう一つは、はいはい、あの箱の形をした、はい、あの、あのバランスドアーマチュアっていう音を鳴らす機械があるんです。えー、これがちょっとこの、この部分に少し日本入ってるんですけど。えー、細長い箱が入ってるんですね。はいはいはい。これはどういったものかというと、すごい細かい音が出る。はい へあのー、例えば補聴器とかあじゃあこういった普通のイヤホンとかには搭載されて,、はい、てない,いない補聴器で小型で,でなおかつあ<ー>あの特定の音を細かく鳴らす特性のあるものが一緒に入っている<ー>なので人の音も聞き取りやすいし <C> あと楽器の音も聞き取りやすいように作られてます。すえー、じゃあ 両方いけちゃうってことですよね。そうです。これハイブリッドなんでどっちもどっちもいけちゃう。小さいこあ小さいっていうか、この低音はい、はい、低音のもうドンドンって音からあのこの高音キーン,ンってすごい高い。はい、あの管楽器とかの音も<ー>全部綺麗に聞こえるっていうイヤホンです。<ー>はい、すごい。ここういうこだわり方をしているので、はいはい、これだけ数が増えるんです。 あなるほどやっぱお気に入りはこのイヤホンなんですかそうですねま基本的にお気に入りではあるんですけどはい、はい、ちょっと低音が強いので例えば、このイヤホンであのクラシックを聴くときには、はい、ちょっと低音がどんどんてなりすぎるのでヘッドホンに変えて、まあ、そこの赤いヘッドホンありますが、はい、これの方がちょっと柔らかい低音になるので。あー クラシックとかだったらこっちの方ががまだもう少し聞けるかなとか、うん、まあ楽曲にもよりますけどね。クラシックのまた、はいはい。あ、そういった変え方をしてどれが一番いいのかなって探す楽しみがあります。あそこがまた楽しみになるんですね。はい。の。で、あの白いヘッドホンがありますよね。はいはい。こちらのヘッドホンめっちゃ軽いんですよね。はい。これあのここの FM 機能のまあモニター席でいつも使っているものなんですけど、これも僕のもので。 持ち込んでもそのまま使ってくださいってことであなるほどそうめっちゃこれが軽くてこれ安いですよね今2000円ぐらい買えちゃうんででも結構ねもともとの値段は割と割と7800円ぐらいのクラスの結構人気のあるモデルですデザイン上ちょっと女性にも人気があって確かに確かにかわいいしかもキャンサー意外だったのが寝てるときもやるんですよね寝るときにもおすすめなはい軽いのであまり邪魔しない あ、確かに、そうそう、軽いんですよね、はい。気がついたら、外れてるぐらいの感覚で。ぐらいの、もう、なんか、つけてるっていう感じが。はい、そ,うそうです。そうです。ただ、このヘッドホンはね、ちょっと、あの、こもった音がするので。<ー>あの、それが嫌だなって思うと、まあ、やっぱ、他の使いたくなったりとか。<ー>逆に、このこもっててもいいやって、感覚の時に使えるヘッドホンで,す、うん、ホでその、今度はですね、白い方、イヤホン。これがね、面白い。 これ後で聞いてみたらすごい楽しいと思いますよ。はー、あ、楽しみ。これね普通になんだろうはめ込むんじゃなくてイヤリングっぽくなるんですよね。引っ掛ける。引っ掛けてイヤホンです。はい、そうそうそう。これはあの<こ>骨伝導式っていう,う,いう。って感じですよね。はい。すごい。あの<ー>実は音って直接耳の鼓膜揺らして聞こえるヘッドホンイヤホンが主流なんですけど、はいはい、こ,これは鼓膜を許さないんですよ。うん<ー>。あのその奥にあるあのじじ 自骨<ー>あのー、骨を骨を伝ってこの鼓膜から骨に伝って神経に伝達するんですけど<ー>その時骨自体を直接揺らしてしまうあのイヤホンです。へそうな,んなので外の雑音も聞こえるんですけど逆に外の声聞きながら音楽を聴きたい聞き流したいという時に使えるイヤホンですね。いやなんかあそういう使い方もあるんだなって結構なんか 衝撃！これはでも結構便利ですよ。あの、イヤホンの使えない場所で使える<あ>というか <laughs> で、僕としては結構病院とかね。ねそういったところで使うんですけど、うんうん、まあ、成さんさっきね。 そそそうそうそうママとかめっちゃいいんじゃないかなこれと思って、はい、ね子供が公園とかで遊んでるときってただ見てるって私、ちょっとぶっちゃけ暇なんですよ,ですよ、ね。だけどがっつり音楽聞いたら子供がねなんか叫んでるのとかも聞こえないしなどうしよう、うん、で片耳だけってのもちょっとダサいしとか思って音もちゃんと聞こえないですよね。ってなったらこれめっちゃいいじゃんと思って、はい、ねこれママにも私おすすめだと思います。ここれれはちょっとおすすめでできるやつねごいこれいいな じゃ次はちょっとこの紫の方からお願いしていいですかはいはいこれですね僕が一番古くから使ってるヘッドホンなんですそういつだと思います皆さん結構長いですよね中学生ですねそうえってことは何年ってぐらいですの1617年ぐらいを使ってると思いますあすごい1617年持つって結構すごいですよねこれ結構ねあのこれ聞いてるんですか普通はふもこれ普段も聞いてあでも 最近は使ってなかったんですけど、えー、やっとまたあの使える機材を揃えたんであ<っ>またちょっと復活させてる感じです。ああじゃあこれ機材ももうう、なんだろ使えない機材もあるってことなんですか音の傾向で今の音楽に合う合わないとかもあるんで、はい、ソニーさんのヘッドホンなので、はいはい、ソニーさん結構そういう傾向が強いんですよ。<っ>今流行りの曲に向けたヘッドホン。 出すか傾向が強いので、じゃあ16年前の曲にはきっと合うってことですよね。あいますあります。バッチリです。ええ、楽曲によってもこういうなんだろう意識して販売作ってるんですね。はい、そうですそうです。へえ<ー>、いやーそこ知らなかったなちなみにこのヘッドホンはですね、世界初のヘッドホンでして、<ー>世界初のノイズキャンセリングという機能がついてます。はあ、すごいなあの。の外の雑音をある程度低減してくれるヘッドホンですね。ほ マイクが内蔵されて打ち消しの波をコンピューターで制御して打ち消してるっていうことなんですね。へえすごいですね。これもちょっと僕のコレクションの中で一番古いやつ古い年です。よ年そして最後のこの今日最後の1個が最後がこのなんか化粧ケースみたいな化粧ケースみたいなものの中から。これ これ最近、結構みんなやってるイメージが、はいはい、あります。これ実際どうなんだろうっていつも気になったんですよ。いいですよ。えい、ー、いですよ。なんかランニングとかするときめっちゃ便利ですよね。便利ですしかも家事しながらとかでも、はい、ワイヤー、ワイヤレスってことですよね、これは。左右分離型イヤホンと言われてますね。へえー、すごい。もともとこれ、僕2個目なんですよ、左右分かれてるタイプ。1個目なくしちゃって。はいあ そそううこれね確かかにちっちっゃいいすぐななくしそうなはい、で1個目はもう本当に世界初のメーカーでイヤーインってメーカーを使ったんですけどもうちょうど本当にお酒を飲んでる時になくしちゃってちょっとこれはもう気をつけながら使わないといけないなということで,で、ね。えーえー すごいじゃあ普通のこういう何て言うんだろうイヤホンとかとそんなに音質のなんだろう差はないって感じなんですかあのこういうブルトース形式のものってはい、はい、だいぶあるって言われてたんですけど、はい、今の製品に関して言えば装飾ないです、えー、ただあのやはり何万もする大きいヘッドホンとかってはい、はい、やっぱ細かい音まで鳴らしてくれるんで<ー>そういった違いは感じるかもしれないですけど<ー>全然聞き疲れしないような<あ>もう本当に程よい聞き心地の。 でこれ無線なのってぐらいのいい音は確実に出ますええー、すごいじゃあ精度はもうだいぶ上がって上がってますね上がってるんですねちなみにこの、えー、とソニーこれもソニーなんですけどこれは。ま 結構ソニーなんか好きなそのなんて言うんだろう、ソニーさんみたいなメーカーとかもあるんですか。まあ基本的にはソニーさんか、あのオーディオテクニカさんが僕は好きです。ああ、やっぱあるんですね。好みのメーカーさんもあります。実は今日オーディオテクニカさんのものが一個もないんですよね。はいはいはい、もうみんなソニーさんなんです、ね。ソニーとパナソニックと。あと特別なあのあ。 えっと骨伝導の方はまた別のメーカーさんです。あ、ええー、そうなんで、こ今度はまたこの僕の一番好きなオーディオテクニカさんも持ってきて、はい、持って来てま紹介したいなって思ってるんで、熱くキャンさんがはい、はい、語っていきたいと思います。そうなんです。いかがでしたでしょうか,か。はい、いっぱい来てますね。はいはい、音楽によって変えるのか、すごいなって大塚健次さんがいや本当そうですよね。うん。じゃあもうこの曲の時は これみたいな感じで使い分けてるってことですよね。うもう普段から。やっぱり便利ですよ。あ、便利なんですね。あのー、僕としてはやっぱり DJ 意識してるんで、<ー>この音聞かしたいっていう音をう探すために使い分けるんです。探すため、あなるほど。するとあのー、今度現場で鳴らすときに。 この音聞かすためのセッティングをちょっとやって、あ,あ、こういうセッティングしたらこの音聞けるなって探していくんですはいなんかもう本当、趣味と仕事の延長線上みたいな感じになってますね、もう。まあでも、もともとが趣味だったんで、それがまあ今つながってる<ー>というと。仕事にそのままつながって。ああ、そういう使い方をなるほどー。で、s u p r e m さんが、今流行りの最右分離のはい、はいうん イヤホンだけは手,<う>あの手が伸びないなってことなんですけどなぜかというと高いんですよねあえちなみにいいくらぐらいなんですかこの僕の持ってるやつは、はい、でもこれでも機能を考えたら安い方です2万5000円しかそれはみんな手,でな手が出ないでもこれもさっきのノイズキャンセリングが入ってたりとか<ー>左右分離型にしてはいろいろ多機能なのでえそうあ平均が2万円前後ぐらい。わあ 結構しますね。出た時き3万でした、ね。ええー、私5,6千円だと思ってた。えー、あ、でも今そういった製品もあります。あ、でもやっぱそれなりになっちゃうのか。それなりに。なるほど。なので音にこだわるとやっぱりちょっとまだ2万円前後の製品の方がいいです。そうか、まあとそんな音とかこだわないでなんか音声とか聞くなんか YouTube 見るぐらいとかのやつだったらまあそういう5,6千円でもまだいける。 感じなんですか、ね、まあ1万ちょっとまで出していいよっていうんだったらおすすめできるのがあるお店で売ってたんで、はい、まあそれは後で紹介したいなと思うんですけどあありがたい、はい、えー、まあ一応、こういうい左右分離型何が便利かというとこういういウォッチ型デバイスと組み合わせるとスマホも持たず音楽が聴けるというあスマホ持たないでもうだからランニングされる方スポーツされる方にぜひ使っていただきたい商品ですね。ね<ー>この2つ揃えば 何の負担もなく走りながら音楽を聴ける確かに地味にちょっと重いんですよねそうですスマホは結構重いんです地味にそうなんですよなんかねブランブランするのも、はい、が必要なくなるんですねなくなりますわあすごいなということで今日は僕のね、はい、あのー、割とコアな趣味に、はいはいね、触れていったんですけど結構ねみんなディープな話が聞けたかと思います確実に今いるあの9人の皆さんは男性だと思いますあはははは <laughs> 見てる方男性、はい、の方で <laughs> あシュプリームさんからまた面白いコメント入っておりますね、はいまあ一旦たん CM に行ってからまたコメント拾っていきたいと思います、はい、では皆さん今日もありがとうございました,ましたじゃ早速 CM 明けは 遠くテーマに移動しましょう。ちょっと、はい、コメント、いきましょうか。 <今>そうですなんかもう分かんなくなるんですよねこのんだろ会社とかに勤めてる <laughs> そっか今日お坊さんそっか明日今日だからちょっと A さんのお手伝いしてから今日来たんですよあーそっか地元で復活して 道道十年するときの,の音響のセッティングをちょっと手伝って、あ<ー>先にそれをやってから来ました。あそうだ沖縄市すすごそそうういろろろんななととここででやってててね僕たちのの年年くぶりの復,活、ね、復活して あの勝手に沖縄市はみんなあるもんだと思ってます。私、どの地区もあ、まあ、でも、結構最近では、あったりなくなったり。はい、あ、復活したりの。結復りが結構多いです。では<ー>、十秒前ですね。 はい、えー、時刻は、えー、午後5時25分を回ろうとしているところです、えー、本日もお届けしますサザンブリーズ、えー、今ジングルのつもりですねオープニングが流れてちょっとパニックってたキャンです。<laughs> <laughs> それに気づかなかったなりです <laughs> <laughs> はい、ということで、えーはい、今日もお届けしてまいりますがえー、っと、はい、得点は一か八かなんですけどその前にえー、っとさっきのコーナーのです、ね、<No. S 2> コメントが結構来ておりますので、はい、結構来てますね あのー、ちょっと拾っていきたいと思います。シ、うん、プリームさん、高いというか、えー、耳毛が生えてるみたいな、えー、見た目と、片方が行方不明になったらと思うと、えー、個人的には、えー、ビーツソロ3の方がうん、うんあ、ソロ3の方がお気に入りですということで、はい、なるほど、なんだ、なんだそれはって感じで見てたんですかえとモンスタービーツっていうあのメーカーのですね、イヤホン。 タイプのこのこちょっと下げる系だったと思うんですけど<ー>あの型にかけてはい、はい、あなるほど、あのー、型からこう、うん、イヤホンが出てるタイプとかっていうイヤホンンもああるるんんんでですすいろなパターンがあるんですねそれも結構邪魔にならないしはい、はい、でしかもロングバッテリーバッテリーがはい、はい、結構こっちにはい、はい、型に載せてる分これがバッテリーあっても重くならないよねってことで。はいはいへー 割といい感じですなるほどそうなんですねシプリームさん、うんうん、はいえー、っとまあ確かにねそういう心配もありますからねああ<ー>あの子の行方不明はやっぱり <laughs> 行方不明がねえ片方が確かに確かに続いて大塚健二さんに2二万5千円 l c c で沖縄往復できちゃうあそうですねまあ確かにできる確かに値段ですよと沖縄を行きできるうんうん、うん できちゃうぐらいですよ、この2つで大塚健二さん、100均のイヤホンしか持っていない,いや私もでも持ってました、100均で十分じゃねえのってイヤホンは実は、でも違うんですね、いや<ー>使ったら違いますよ、違うんですね、ヘッドホン持ってないしなきということで、あじゃあちなみに飛行機乗るときは、もうかん、なんだろう、舞ですよね、もうあれとかありえないって感じですか。 あの備え付けのチャッチいやつとかありえないって感じですよねちゃんとあの携帯につないであのノイズキャンセリングできるやつをもちろん飛行機の中ではノイズキャンセリングあなそっか飛行機の中ではノイズキャンセリングはいなるほどちゃんとこのエンジンの音とかも全部消えます消えてうわめっちゃいいですねそれぐっすりですよあそれでぐっすりできるのかはいなるほどらしいですよそして大塚健二さん骨伝導の携帯あったよな骨伝導って何ですか 骨電動式の,このさっきイヤホンがあったじゃないですか、骨伝導っていう形式の音の伝え方なんですけどこの携帯電話、ですね、あのー、あ<っ>折りたたみ、パカパカ式のる時の携帯なんですけど先っちょのところに、骨伝導っていうこの音の伝え方ができる携帯電話が昔あって、えー、顎先に押し当てたりおでこに押し,押,し押し当てたりとかして電話する。うん えー、雑音があっても電話できますよっていう何それ <laughs> 昔そういう製品がちょっとあったんですよで,す、えー、でもやっぱじゃもう今なくなっちゃうスマホですもんね今な,なっち<今>、はい、これこれで電話できる何それそういうのがあったんですねそうなんですよ、えー、骨伝導いいですよねあいいんだ面い、はい、えー、っとあ大槻健二さんあの一か八かも食ってますねえー、っと冷蔵庫の、えー、期限切れ10日 えー、10日これはちょっとあれですね、えー、切れちゃってるのか、ちょっと僕のところで切れちゃってるんで、あえー、と大塚健二さん、10日ですよね、はい10<日>今、再度表示してみてます、あ<れ>あ10日過ぎ、冷蔵庫の期限切れ10日過ぎ、<次>挑戦中です。ううわーお腹壊さないようにでもどれだけ <laughs> <laughs> はい、何をやっている何かによりますよね牛乳は絶対やめてくださいうんうん、うん、あ牛乳は結構牛乳はやばいですよ <laughs> ここで、えー、とマヤ日本一一周のさなかさんハイサイということであイサイは,、はい、いは私初めていらっしゃいませですねお初,ですねお初 ありがとうございまーすい。ありがとうございます。えっとこの番組はですね、FM ぎのあんという放送局で、はいえー、お届けしております。おります。え、ね、私金曜日担当のミキサーキャンと申します。はい。ナリーと申します。よろしくお願いしまーす。お願いします。いやね、えお,おはつじゃないです。あ申し訳ないです,、ね、ですね。すいません失礼しました。お久しぶりです。はい。はい、えっ、ー、とーこのですね、えっ、ー、とー番組僕久々で。はい。 そうかそう僕はお初だと思うんですけどあ,あレッサルパンダさんあなるほどもとも,あのもともと別のお名前でお名前だったんですねお邪魔してた方ですね,あ,ですねありがとうございますお久しぶりですね嬉しいなはい、今日のトークテーマは「いちかばちか」です皆さんメッセージお待ちして,り、はい、お,ちしておりますのでよろしくお願いいたしますいちかばちかといえななりさんなんか 私、明日から実は東京に行くんですよ。はい、それででしかも。なんかあどうしよう。なんか行きたい。そのなんかイベントがあって行くけど、なんかめんどくさがって飛行機取ってなかった。どんどん高くなっちゃっててあこれゃやべえぞと思って。とりあえず行きはまあ抑えてで帰り。なんか安くなんないかな。とか <laughs> あわよくば思ってて。 を見てたんでですね私でスカイマークの U21 割っていうのを見つけてそれが前日の登場日の前日の朝7時に販売開始みたいなのがあったんですよ。<あ>であ な,なんか帰れないリスクを背負いながら急、急な,んかなるほど挑戦してみたくなったんですよ。<laughs> バかじゃんって思うかも、<laughs> な,な,んかなんか私お、おかしくなったのか、なんかちょっとやってみたいなと思って、でも、でも取れなかったらどうしようと思って、昨日夜中、ずっといろんなサイトを見てたんですよ、そしたらまさかジェットスターが売り切れになってて、<laughs> これはやべえぞ、私みたいな、じゃ U21 という方、どうなるんだろうと思って、よくよく U21 を見たら、はい、21歳以下だったんですよ。<laughs> 21歳以下ののための <laughs> えっどうしようみたいなえ<え>選択肢やべえぞ私ってなって、はい、でアナを見たら、まあ、あるけどやっぱ高かったんですね3万5千とか買えであやっちまったやべえぞやべえぞ,やべえぞってやってもう昨日夜中3時ぐらいまでずっとなんか調べて調べてであ株主優待割をなんか買おうとか思ったけどなんか見つからなくて、はあ、もうどうしよう私みたいなどう、はい、で当日やるかああもうやべえってなってで 最後に中央ツーリストさんが株主優待割でそのままチケットが取れたんですよ、ホームで。<ー>だからなんとか帰り便も行けることになって私、結構こういうところがあるんですよ。あもうまさにいちかばちかでやってみたくなっちゃってでもそもそもやるね。 対象でもなかったっていうね。そうそうそう、こういうやらかしをね機能してました。いやあなんとかちゃんと取れてよかったですね。いつもなんか一かばちかでもなんだかんだなるんですよ私。ああなるほど。だからやっちゃうんですよねいう一かばちか楽しいですもんね。でもね楽しいですよ。楽しいですよね。このねスリルがね。僕も今回ね結局一かばちかで話しましたけど。話してあんなにこんな長く取ってすみませんぐらいずっと喋りっぱなしでしたけどね。 いやでも皆さん盛り上がっていただけてよかったです。よかったよかった。はいはい。じゃあちょっとコメントいっぱい来ましたんで、あの紹介したいと思います。えマヤ日本一周のタサナさん、えイチカバチカで徒歩で日本一周してます。え財布と携帯持たず。マジですか。すげえ。え本当ですか。すげえ。すごい。いやかっこいい。いやこれやばいですね。 今ちなみにどっからスタートしてどの辺なのか教えていただきたいです。よろしくお願いします。えっと、野の中の銀の蛍さん。こんにちは、はじめまして、さん。はじめましキャンディーさん。僕にははじめましてじゃないんですよ。あなるほど。はい。か、分かってる。しかも、CN じゃなくて。銀の銀の蛍さんはですね、スタジオにも来られたりするんで ね、そうなんですね。はい、じゃあお会いできるのも楽しみにしております。よろしくお願いいたします。お願います。さん、えっ、ー、と時々仲良くなった人の会話の中で、えー、乗せてくよと言ったら乗る時もあり。あ、なるほど。あ、すごい。な,なんか道端っていうかお店とかで、ね、話してて,てどこまで行くの？乗せてくよって。へえー。えー、いいですね。すごい。 前川さん、ジェットスター沖縄からつらいさ、ピーチ地獄その上にガチよということで、本当にガチで今、行ってます、あ来ましたね、沖縄スタートして、九州、日本海ルート、北海道を終えて、折り返して、太平洋ルート、東北、関東を終えて、静岡までてらっしゃると。 すごい。すごいじゃないですか。もう終盤戦じゃないですか。えー、なんかご飯とかどうしてるんですか。うわすげえすごいすごい。一かばちかじゃなくてもうもうほぼ終わりそう。ほぼほぼ。ほぼ <laughs> やばいな。面白い。えー、すごいすごい。すごいですね。あそっか今台風。えー、大丈夫ですか。そっか台風に当たっちゃってるんですね。台風で足止め。え,ー、えっとの中の銀の蛍さんちょっと抜けてる。<laughs> それは僕僕のことです僕のことねキャンさんかな詳細をちょっと送っていただきたいと思います <laughs> シュプニーミさんエアのチケットは一か八かはありえない <laughs> ですやねね,ねなんかうんざりしたかったんですかね <laughs> 私急に自分でもなんかどうしたんだろうってあすごいマヤさんみんなから募金や差し入れで生きとりますあすごいですねすごいな。 すごいですね。ええー、なんなのかな、銀のたるさん、なりさん。なりさん、ああ、私。<laughs> 抜け、意外とね、私。あ、そうそうさっきのあれです、あれですよ、この結局チケット。チケットも、う本当。だから、それを聞いて、抜けてるのか二十一っていう名前で気づけやって話で、自分で自分に突っ込みますよね。<laughs> なんで二十一ってあんだろうとかね。本まあ、確かに、確かに。本当に。<laughs> まあ、それが私です。三田さ,さんは一応静岡で足止め食らってるんですね。ねえ。 食べるときは食べれる,ん食べれるみんなから募金や差し入れで生きとりますって素敵だ。なすごいなこういう旅いいですねいいですねなんか私もそういうのちょっとチャレンジしてみたくなるんですよ、ね、一かバチカバチカ僕も憧れました自転車で日本一周にしようかーローラーブレードで一周にしようかローラーブレードも面白いただ、ね、ローラーブレードで一周一つ難点があるんですよ道路交通法違反ですえ知らなかった 通りの多い道路は基本だめなんですよそうなんですね行動だめなんですよあれ行動あん車道はオッケー車道もダメですよあ車道が行動なので車道歩道がダメなんですよじゃあそうかできないですねでもシティランっていうのもあるので実はすごい曖昧でグレーゾーンなんだそうなんだ実際の摘発事例はないです ここれこそそでですすうなんですた,だた,だただですねただですねあのー、ローラーブレードは一応注意されるんですよあやあ注意はされちゃうんですねそうですなのでまあ、うん、ローラーブレードの日本一周はちょっと言えないなっていう、うん、あ確かにそうですねうんこれは確かにやりたいんですけどね、えー、絶対人のやってないことなんでそうですねうんうんうんあのよくおじいちゃんおばちゃんがやってるノルディックのこの「 ウォーキングの杖と一緒にローラーブレードで旅したら絶対行けると思うんですけどどんなにつらい坂でもあれでこうやってよじ登りながら行っちゃえばはいなるほどいやーこれ海外ではやってる方もいるんですけどねあ海外はそっか、まあ、海外はそうなんですねずっとスキーで歩いてるような感覚なんでまあノルディックのあっそういう感じにじゃあ割と疲れ いや、でも結構ハードです。腕は結構きますよね。両方きむ、く、使うんで、結構ハード。足もやって、あ、でも面白そう。だ自転車よりきついです。あ、自転車よりきついんですか。自転車よりきついです。あ、そうなんですね。なので、絶対ダイエットにはなりますね。まさに一か八か。一か八か。確かに。はい、えっと、結構またコメントが溢れておりますね。はい。えっと、まやさん、ありがとう。と、ごめんなさいが言える旅。 いいね、人と触れ合うのが主で、も、え、のー、が、えー、溢れた分、人の心が廃、えー、れたっていうのが嫌だったから挑戦したんですね、すごいな。現代社会は物が溢れて溢れてますからね人の心が廃れてますからね。でもすごい、だって身一つで、ね、やってるってすごいですよね、うん。知らない日本はたくさんあるからさ、うん、って。うん 私もなんか日本一周回りたいなって思ってます、なんだろう、う普通に、でも、人生の中でやりたいですよね、一度は。僕も結構今、ちょっとお仕事の関係で行く場所が増えたんで<ー>結構埋まってきたんですよね。いいいなーな,なんか私つい つい都心ばっかりに行っちゃうなーってのがあって、そうそう,そう。自分での旅をしてないので、あ<ー>まあ自分のでの旅でどんどん埋めていきたいな。いい一人旅いいっすよねー。はい。うん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 。でノンナカの銀のおたらさん、確か沖縄で外人さんから自転車いただいたって言ってましたよね。えー、ということでマイ、えー、さんがすごいえっともらいましたね。女尊のねって、うん、いうことで。はあ。 なるほど。米は満喫からですか。そう、そこ気になってたんですよ。なるほど。スマホ持たないということなのね。で、やってみて、で、また。そんな貴重なお時間で、僕たちの番組。それ見てくれてるの。ありがとうございます。本当にありがとうございます。すごいな。画面、画面の押すだから、こんにちはですけど、僕は <laughs> <laughs>。湯河原の海の家で、4日間募金、募金活動して稼いだ。わ。なんかもう。<や>すごい。 あの方みたいな感じなナンクルライスなるんですねやっぱすごいですねねえそれ体現してますね本当にいやい日本はやっぱりあれですよあの本当に優しい方いっぱいいらっしゃいますでも海外行っても結構こういうのもあの旅してる人には優しい地域多いらしいですねああ意外といや、はい、ナンクルなるもんなんですねうんうんうんうわあすごいな僕も旅をしてみたいな いい震災のとこも歩いてですね思うところいっぱいありますねじゃあうん,うん、うん、もう帰ってきたらもうぜひラジオ出演してください本当にゲストさんでで聞きたい聞きたいですお話そうですよね<ー>これこそ来ていただかないとえっとにいやリスナーさんね来てくれたら嬉しいもう。 いっぱい話を聞かせていただきたいですね。盛りだくさんですよね。いやもう番組持ってくださいぐらいのレベルもあももはやね。もはやもはや。もう尽きなさそうですね。はい。本当に。うんうんうん。あの喉の中の銀のホタさん、えっ、ー、と知らない道一か八か行く方ですかお二人さんということ。私ね行っちゃうタイプですね。僕も行くタイプですね。で時間がない時とか明日直に普通の道行けばよかったって思っ。て ちゃう時もありますあ,<ー>あやっちまったーでまあいっかーって時とか、うん、実は自分今日来る時はそんな感じでしたあ、えー、知らない道ではないんですけど <laughs>、うん、あのー、まあ普段通らない道混<道> <laughs>、あのー、むから通らない道なんですけど <laughs> 今日時間に余裕があったんでこの時間通ってみようかなって どれぐらい変わるのかなーって感覚でああ逆に、はい、なるほどああ王道の道をじゃあ混む道を王道の混む道を来たんですよ、うん、あえてああんか私小道とかにやったら入って行き止まりに結構行き着いちゃってあわあわしちゃうんですよよく自分結構ですね自転車乗りだったんで<ー>道をあっじゃあ結構道詳しそうと思う <laughs> あんまり一か八かないですもん えー、あんあろう、一か八かというよりも、ある程度知っちゃってるみたいな感じなんですかね、絶対どっか行ったら、知ってる道に出ちゃうんですあ。出ちゃうかな、そもそもそんなに、知らない道があまりないないなっていうパターンらしいですよ。なるほどな、まあでも、自分、一回通った道忘れないんで。あすごい あのー、本当に迷ったことがないのであいいな、私、あ確かここだったよなってやって結構、ぐるぐる迷っちゃうことも自分本土に行ってもだから全然、えー、自分一人で歩いてあ一回なんか行ったのでも覚えちゃうんですねはいだからもうなんか探して<ー>帰り道とかも全部覚えてるんでえー、でも、男性やっぱ地図見るのも得意だからすごい羨ましいです私、グーグルマップでさえたまに迷ってう,るうろうろしてたりしますもん。 だからカーナビがない時代家のカーナビ代わりでした5歳児に5歳児でもう覚えちゃってたんですか家族全員聞きますからね「家族この道で会ってる会ってるよ次左」とかええもう5歳児にして覚えちゃってたんですね道を大人よりもはるかに2歳の頃の思い出2歳どころか1歳ぐらいの思い出でこの道そういお父さんと一緒に歩いたよとかって言ってたらしいです えあんたなんでわかるの<切>いやだから、うん、あのこうやって後ろバイクの後ろで寝かされてたから覚えてるひえー、<laughs> すごい記憶力あ道だけはどうしてもわ分かっちゃうんですよねあー感覚すごいなまあでもね「一か八か」でも皆さんこの「一か八か」の語源についてちょっとなんか疑問に思ったことありませんあー よく考えたらそうですね1か8かってちょっとあるかないかって意味合いが強いじゃないですかはははいはいはい、はい、ありかなしかみたいなでもなのにだったらなんで 1, 1であって0じゃないのかああなんであえて8なんだという9でも10でもなくはい、はいまあ、8に関してはまあ大きい、まあ、はあの末広がりとかいろいろ意味合いがあるとは思うんですけど1から始まってる理由としては,はい、はい、日本に0って概念はなかったからですえっ ゼロっいう概念、なかったんです、ね、もともとゼロという概念はなかったからです。ええ、あ、だから、なんか一からスタートじゃないけど。はい、っていうことなんです。結構近い近年だと思います。ゼロの概念入ってきた。<ー>あの、明治とか、あの、もしくは江戸時代の後期とか。<ー>なぜかというと、はい、ゼロという概念はインド発祥なので。<ー>インドの数学なんですよね。あ、ゼロは。ゼロは。そうだったんだ。だから、日本でゼロという概念はもともとないので。 まあ、そ一番小さい「一か,か「八か「一か,か「八か,か「一か,か「八、え、か、ー「へえ知らなかった」というちょっと豆知識豆知識ですね皆さんはい、はい、まあちょっとこういう「一か「八かの話だと僕こういう話に飛んじゃうんでね「一 <laughs> か「八かやってみましたけどね <laughs> えっとマヤさん、津波予防のたび12メートルの堤防を建てるか景観、はいえー、を大事にするかで地元民から賛否あるとかっていうことで<ー>この震災のところですね。これ実情ねなかなかはやっぱリアルな情報ですね。これはでも<声>ニュースでもやってましたね。ねいやもうやはり。 景観、あのー、を大事にするかやはり怖いので自分たちを守るためのものを作るか。えー、かっていうね確かに難しいところでありますよねまあ12メートルも立ってたら何も見えないですからねただそれもそうですよね、うんうんうん、風景全く変わっちゃいますよねああそうですよねマヤさん迷子は旅のスパイス あー旅,旅ねそっかスパイスって捉えたらいいかもしれないですねああまあでも旅をしてる余裕がある時だったら全然迷ってもいいですよね、うん、なんか逆にあこういう道あるんだっていうね面白いかもうん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 それはそれでえっと野の中の銀の蛍さんキャンディーさんは中学時代自分は空を飛べると思って一か八か五階から飛んだとかなっまさかのいやそんな話はないです,です <laughs> そんな話はないです ただ僕は、うん、あのあちこち高いところを見ると飛ぶタイプではありましたへえー。なんかよく男子は海じゃないけどな,なんだろうジャバーンってねやったりしてるあのー、今パルクールって言葉あるじゃないですかあのこのうん、うん、よくなんか壁とか飛び跳ねたりとかってあー、うん、あのー、屋上から屋上に飛び移ったりみたいなはい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 あんなのよくやってましたねひーそれこそ一か八かですねはいひえーあパルクール って言葉なかったんですけどうん、うん、あんな感じのことを不平気でやっちゃう中学生で今、公園の,あのトイレとかよじ登ってる小学生とかおい危ないから降りなさいって注意する立場ですけど一番やってた人間です、ね、<laughs> やってたタイプだった一番やってたタイプだからちょっと心もとないけど,けど一応危ないから大人として大人として注意するとだめよ,<う>ダメよ小さい子が真似するんでしょう降りなさいって。<laughs> 一応大人としてるけど実はやっちゃってた実はやっちゃってたお前言えねえだろここでちょっとメール紹介したいんですけどはいえ進撃のめいちゃんさんからはい。キャンさんとナーリさんこんにちはこんにちは生放送お疲れ様ですはい。え、急え、繁忙期真っ只中のめいちゃんですお疲れ様ですえ、今日は何か晴れたり雨降ったり変な天気ですねそうそう土砂降りしたりそうなんですよしかも一部だけ あ、一部だけだったん沖縄市でも降ってるとこ降ってないとかありました沖縄市そんな感じですよねまあでも縦にだったんで銀湾から沖縄市にかけて降ってるのに端では降ってないみたいなえーなんか謎の変な天気でしたはいということでキャンさん声は直りましたかえっと今日聞いていただいている通りあんまり直ってる感じじゃないですねクーラーの効きすぎには注意ですよまあまあそれが原因ですね えー、では一バチカ宝くじに挑戦してみるっていうのもいいかもですね一バチカ宝くじで当たる可能性高いし一バチカ宝くじ1枚だけでもやってみてはでは多分休憩中に聞けるかも<ー>楽しく聞かせていただきますということでえっ、ー、と<ー>リクエストもありますんでちょっとこうお時間がなくなってきたんでね<ー>、まあ、エンディングでかけたいと思いますういうはい,はい、はい、では一旦 CM に行きたいと思いますね すいませんね、いやいや時間がそう、びっくり今日はもうお知らせだけ挟みましょうかねあ、はい割とトークみんな盛り上がってあ、ね、盛り上がってちょっと続けちゃいました <laughs> そう、私も実はパルクール初めて聞いて焦りました <laughs> よかった、あものとこレイニーさんで、私もえっとでもなこれなくなった人いませんでした中国かどこかあ,、まあちこちいますあちこちいるの パルプールー自体はやはり危険なので,ですよ、ね、であの高いところ登ってるやつとまたちょっと別なんですねあそうなんだな最近は沖縄でもやってる子見かけるようになりましたけど、えーえー、あの公園とかで普通に爆昼とかの練習してたり、うん、遊具とか使ってやってたりとかする子<ー>が結構います えっと、パルクル、まあ、ジャッキー・チェンゴッコって言ってもいいかもしれないですけど、どちらかというと、あのモデルになっているのは、うんうん、ジャッカスだあジャッカスじゃない、えっと、なんかあの、タクシーっていう映画で出てきたあの忍者集団がいたんですよ、2貨、え、通、ー、ぐらいで、ね、多分出てたんですけど、<は>その人たちが主演に回ってるあのフランス映画で、それがモデルになっています。 え、お、さい、割と最近なんですよこのパルクールっていうのんか。二十年経たないぐらい。あ、でもめちゃめちゃ結構前なんですね。はい。知らなかったな。主、はい、教、主教で天気は変わるの。主教ってなんですか。主教,教っていうの。主あ、もう十秒前ですね。はい。 はい、えー、FM ギノワンからのお知らせのコーナーです。ちょっとお知らせを挟んでエンディング参りたいと思います。はい、えっとギノワンヒルズ通りナイトマーケットのお知らせです。えー、8月24日17時から21時、金曜日ですね。これ24日と今日本日です今日ですね。今日の、えー、5時からですからもう始まってますね。始まってるみたいですね。じゃ夜9時までなんですけどね、うん、あのナイトマーケットをヒルズ通りで行っております。 えー、コルク店舗前、えー、開催場所ですね、はいえー、ズミカフェ店舗前ということで、はい、コルクから、えー、ズミカフェの前までの4店舗こちらでです、ねあのー、ヒルズ通りマーケットということで、えー、やっておりますので皆さん、ね、ぜひね雨天駅とありますが今、多分あの、ね、晴れているのでやっていると思いますので、ねはい、よろしくお願いいたします。願いします はい。えっ、ー、と、そして、西日本豪雨の災害、義援金のお知らせですね。こちら、あの、FM 技能案では、えー、4月にあった豪雨災害の義援金を募っております。はい、えっと、ギャラリーの方でもですね、ボックスを用意しておりますので、そちらでも投稿できますし、えっ、ー、と、こちらですね、えー、銀行での振り込みも可能となっております。えっ、ー、と、口座名義の方が株式会社 FM 技能案。口座番号18、1855-259。 えー、銀行が沖縄銀行になっております。現金の受付は、えー、9月15日土曜日までとなっておりますので、皆様ご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。はい。で、あとですね、えっ、ー、と今週の、えー、20これはですね26日日曜日。26日。あ、あのー。朝。ヤラ、ね、カンパニーはい。ああ<ー>。先週来えました。そうですよね。あのー、ゲストで来ていただいた、はい、さんのですね。はい。ヤラカンパニーで。はい あのビビキをビビキをやりますので、ビビはい海中道路でですね、なんと朝九時から、えー、夕方六時頃まで、はい、一日限定のビーチパーティーを行います。はい、バララボート乗り放題のやつです。皆さんぜひぜひですね、はい、あのヤラカンパニーを検索してぜひ、えー、来ていただきたいと思います。はい、お問い合わせ先あと電話番号がありますのでね、零ゼロ九ゼロ八二九一九五八一こちらまでお電話していただいて。 えー、ぜひあさってお楽しみください。さいということでちょっと駆け足ではありましたが、はいはい、お知らせのコーナーでした。はいということでもうエンディングのお時間ですねあっという間です,、ね、間です最後エンディングちょっとね「あの進撃のめいちゃん」さんが、えー、リクエストしてた曲をうっすら流したいと思います、はいはい、ちょっとツイキャスのコメント拾っていきましょうか。そうですね、はい、ツイキャスさんも パルクールアメ男レイニーさん。自分の世代はジャッキーチェンゴッコでした。まあ、<laughs> 次世代はということですね,ね、まあ。ジャッキーチェンゴッコも確かに流行りましたよね,ね。そう、パルクール。私も初めて聞きました。多分、うん、ジャッキーチェンゴッコっていうことは、僕たちも少し近いんですょね。少し近い。えー、マヤ、えー、さん。謎ではない。えー、しそう、死経死経で天気は変わるものなり。死経が、すいません。分からなかった。あ<の> <laughs> まあ市町村のこの境目境目の指揮あそういうことか沖縄はよくありますからねねえ沖縄ほんにね肩舞い多いですよねはいうんうんえっとおあのメールの方も来てますねキャンティファンさんからはい一か八かキャンさんに思いを伝える付き合っておおマジですかおあざーすあざーすぜひご連絡ください お待ちしているそうです。はい、ええー、男心のいちかばちか、笑っと。え <laughs> 男性なんですか、キャンティーファンさん。あ、ま、さかの、私あ <laughs> の、そういうオチだったとは。すみま,ません、あの、ちょっと期待させてごめんなさい、あの、男性は恋愛対象ではないです。残念ながら。残念ながら、がらそうみたいですね。はい、今日も、皆さん、どうもありがとうございました。いしたはい。えっ、ー、と、今日もですね、お届けした金曜日担当は私、私、えー、キャンと。なりが。 お届けしておりましたこの後6時からはですねムービングウェーブのお時間なんですがえ今日は収録放送えっ、ー、と過去のですね再放送となっておりますので、はい、まあそれでも楽しい番組ですからねはいそのまま、ね、引き続き、はい、引き続きお楽しみいただきたいと思いますはいでは皆さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたまた来週良い週末 今日は僕がコーナー喋りすぎましたね。は <laughs> <laughs> 本当あっという間でしたね。あっという間でしたね。ね意外とでも時間があると思いきや。というまで。ちょっとコメントが。あ、盛り上がっていただけたんでうん。でも嬉しいですよね。本当ありがとうございます。コメントいっぱいあった方がね、盛り上がるから。はい、また来週もよろしくお願いします。はい、また来週もね。